トリリオンゲーム、春、目黒蓮、約3分の駆け引きシーンに反響、つぶたどうぞに隠されたメッセージが話題。スノーマンの目黒蓮が主演を務める TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時の第7話が25日に放送された。約3分の駆け引きシーンに反響が寄せられている。ネタバレありより大きい、目黒蓮主演、トリリオンゲーム、原作は、ビッグコミックスペリオール、小学館、で好評連載中の原作、稲垣理一郎、作画、池上良一の同名漫画。主人公である、世界一のわがまま男、春と、真面目で不器用なエンジニア、ガクという正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。ネットテレビ、トリリオン TV を開局した春、目黒らは、制作会社の報道プロデューサー、くぬぎ、津田健次郎、と地上波テレビ局の人気アナウンサーあかり、桃高菜子に接触して二人を取り込む。